Build it up. グッドラック。大きなステージに到着したあなたの運動プログラムの成功は、小さく始め大きなビジョンを追求し、決してやめない時に達成できることができます。決して諦めないでください。今日あなた方の心に届けるメッセージを一つ挙げるとしたらこれです。決して諦めないでください。人生の中でやめたくなるとき、家に帰りたいときがあるでしょう。そこに座ってあなたを見守っている素晴らしいお母さんのところに行きたいと思うこともあるでしょう。ママ、僕にはできない、できない。決してやめないでください。家に帰ってお母さん、お父さんに言ってください。私はできます、できます、やります。あなたは成功するでしょう。たくさんの素晴らしい人を見てきました。彼らは人生を諦めました。完璧に素晴らしかった。クラスのトップで最高の学生。彼らは諦めました。私は才能や能力に恵まれない人を見たことがあります。彼らは今日世界で最も成功している人々の一人です。彼らは決してやめず、決して諦めませんでした。ですから、あなたが信じていることや、あなたを気遣う人々のために戦うことを決してやめないでください。尊厳と誇りを持って自分を導きましょう。自分に最善を要求し、根強い利益と失敗した権力構造に挑戦することを恐れないでください。おなじみの言葉ですか？できないという人が多ければ多いほど、彼らが間違っていることを証明するために絶対決心する必要があります。不可能という言葉はやる気に過ぎないものと扱ってください。アウトサイダーになる機会を楽しんでください。そのラベルを受け入れます。アウトサイダーであることは問題ありません。レッテルを受け入れてください。世界を変え、現実的で永続的な違いを生み出すのはアウトサイダーだからです。壊れたシステムがあなたが間違っていると告げるほど、前進し続けなければならないという確信が持てるようになります。前進し続けなければなりません。常に自分らしくいる勇気を持ってください。最も重要なことは、好きなことをしなければならないということです。好きなことをしなければなりません。私は非常に多くの人々を見てきました。彼らは時々家族を含む多くの理由で降りたくない道を行くこと、望まない道を行くことを余儀なくされ、楽しんでいません。あなたは好きなことをしなければなりません。そうしないとうまくいかない可能性があります。だから自分の好きなことをしてください。